切れてる。じゃあ、この申し立て書には飯舘村民の一途な思いがたくさん詰まっております。一つ慎重な審議をなされて、我々がこれから自立できるような、みんなで家族が生活ができるような、そういう意味を込めて申し立てをいたします。被害について本当に根本からこれを問うていく申し立てになるだろうと思います。やっぱり今までは村人がじっと我慢をしてきたんですね。そして村、そして国にが何とか我々を助けてくれるんだろうと、そういうじっとした思いでいたんですね。ところが3年8ヶ月経っても何にも前に進展はしないわけですよ。やはりこれでここでは我々住民が自ら声を上げないとダメだろうと、東京電力は国に対してはですね、あるいは我々に対して率直な賠償、そして謝罪、そういうものをやっぱり求めていかなければならない、そんな思いがします。飯舘村はあれだけの放射能で汚されてですね、二度と元には戻らないんです。今まで原発の恩恵を全然受けていない飯舘村民が3年以上も苦しんで何にも変わらない状況に置かれている。これはいわゆる難民に等しい、その上の棄民にさせられる可能性がある。国から見放されるような飯舘村民になりたくない。飯舘村民として飯舘村で暮らしていたその誇りを捨てられない、捨てたくない、その思いが申し立てになったと。私が避難して3年7ヶ月8ヶ月、もう4年に近い月日を避難生活をしておりますが、最初は2年ということで、ああ2年なんてすぐすぎる、我慢しなきゃ。その後2年では帰りませんでした。1年延びました。まあ1年なら我慢しましょう。3年が過ぎました。月日が長くなるたびに本当にくたびれてしまいました。孫と一緒に孫の柔らかい手を握りながら生きる年になったのに、孫と離れ離れになって、孫の写真を仮設の壁いっぱいに貼って生活しております。元はといえば、原発さえなかったら私は孫の手を引いて、ばあちゃん危ないよ、こっちに来な、こっちにおいで、お前危ないよ、そういう会話をしながら飯舘の自然の中で生きてこれたと思ってます。孫から元気をもらうどころか、自分の心に鞭打って一日一日を過ごしております。今は難民だと思ってます。飯舘村民はもう十分待ちました。3年も以上も待ちました。でも何にも起こりませんでした。みんなバラバラでおどおどしながら東京電力と交渉し、恐る恐る ADR の申し立てを一人でやってみて、そして不安と、もしかしたら損をしているんじゃないかという思いと、そういう中でバラバラにされてきました。もう限界だということで今回立ち上がったわけでございます。これは単に損害賠償をしてくださいという戦いではない。村の誇りを取り戻し、団結をして怒りを形に表す戦いの一環としての損害賠償請求なんだということを、まずメディアの方にはご理解願いたいと思います。